それでどうなんでしょう、翼は。確かに彼はまさに何年に一人出るかどうかというサッカーの天才です。これからの日本サッカーを背負って立つ男、そう言って間違いないでしょう。だからこそです、将来のことも考えねばなりません。聞くところによると、翼くんはブラジルへ渡ってプロのサッカー選手になるのが夢だそうですね。それに比べたらこの大会などちっぽけなものです。一度ぐらい負けても翼くんの将来には何の影響もありません。しかし無理に出場してもし怪我が悪化してしまったら、翼くんのサッカー人生に大きな影響を与えることになるでしょう。ですから親御さんのあなたが翼くんの将来のことを考え、今日の試合に出場することを望まないのでしたら、私は担当医として翼くんをこのまま休ませるつもりです。はい。ですけど、その前に翼は何と？翼くんは先生が止めても試合に出ると。しかし。では出場させてください。翼がやると言うならやらせてください。翼は今日の試合のために頑張ってきました。それなのに出られないとなったらきっと一生後悔します。それに今日の試合に出てもし負けたとしても、怪我が悪化して世界一のサッカー選手になれなくなったとしても、翼はあの試合に出なければよかったと思うような子ではありません。翼はそういう子です。お母さん。あら、さなえちゃん。おはようございます。翼くんのユニフォーム持ってきました。あ、そう、ありがとう。おばさんは強い人ですね。私ならきっと、そんなにひどい怪我なら今日の試合出るのをやめてもらいます。さなえちゃん。みんなおはよう。翼、翼くん。先生、早く今日の試合のためのテーピングをお願いします。寝てる間に包帯がほどけちゃって。翼。おう、おはよう翼。用意はできてるか？あれ、みんな。翼、今日は俺たち中学生活最後の公式戦だ。最後の試合ぐらい揃ってグラウンドまで行こうぜ。みんな、ありがとう。もう少し待っててくれ。あ、ここまで来たらもう細かいことは言わん。いつも通り自分たちの軟活のサッカーを見せてくれればいい。みんな力いっぱい戦ってこい。はい。翼、キャプテンとして最後に何かないか？はい。みんなも知ってると思うけど、本当は俺は小学校を卒業したらブラジルへ渡るつもりだった。だから南葛中学に入るつもりはなかったんだ。でも俺はこの南葛中に入り、3年間みんなとサッカーができたことを本当に良かったと思っている。みんな、今日の最終試合、やっぱりやるからには勝とう。勝って V3 を成し遂げよう。おお、当たり前よ。翼、お前がいるんだ、負けてたまるかよ。公式戦負けなしでお前をブラジルへ送り出してやるよ。また優勝旗を静岡に持って帰ろうぜ。よし、みんな聞け。今日の相手南葛は今までの相手よりワンランク実力が上だ。しかし今のお前たちの実力なら必ず勝てる。
自信を持って戦うんだ。はい。若島津、ドライブシュートの対策はどうだ。はい、まずドライブシュートを止める方法を映像を見て研究しました。ドライブシュートはゴールの上から下に伸びてゴールバーのギリギリに飛び込んできます。なのでこちらはゴールラインまで下がってボールがゴールマウスに入るタイミングでジャンプすればボールを止められるはずです。しかしドライブシュートの威力とスピードは他のシュートと段違いです。タイミングを取るのが難しいようにも思いました。なので昨日の夜キャプテンが打ったあのシュート、ドライブシュートと同じくらいの威力とスピードのシュートをキャプテンに何本も打ってもらい、その威力とスピードを徹底的に体に覚えさせました。これでドライブシュートには負けません。うん、若島津ならきっとできる。頼むぞ。はい。いいかみんな、今年こそ打倒南葛を果たし東邦学園に優勝旗を持って帰るんだ。あ、さあ行こうぜみんな。はい。ヒューガー、東邦学園の勝利お前に託したぞ。試合前から大変な盛り上がりを見せています。全国中学生サッカー大会決勝、南葛対東邦の一戦。3年連続同一カードとなったこの決勝戦、過去2年は南葛が勝ち大会2連覇を達成しております。そして3度目の決戦となった今日、南葛が三度東邦を下し V3 を決めるのか、あるいは東邦が南葛を破り悲願の初優勝を成し遂げるのか。試合に先立ち両チームのスターティングメンバーが発表されています。白のユニフォームは静岡県代表南葛中、南葛キャプテン大空翼くんは怪我を押して今日もグラウンドに立ちます。そして一方黒のユニフォーム東京都代表の東邦学園はエースストライカー日向小次郎くんがついにファイナルマッチで初見参。今日の試合は日本の未来のエース大空翼くんと日向小次郎くん2人の対決であります。これからの前後半60分、名勝負の数々がこのフィールドで繰り広げられることでしょう。世紀の一戦のキックオフのホイッスルが間もなく鳴り響こうとしています。よくぞ出てきた翼、お前がいなければこの試合に意味などない。過去2年の雪辱を晴らし今年こそ俺たち東邦学園が優勝する。そのために俺がお前を、大空翼をグラウンドにひれ伏させてやる。